はい、皆さんお疲れ様です。今日は、トレーラーヘッドもろもろ修理のために大型低床四軸のトラックに乗っています。で、まあ、自分ね、大型も10年以上ね、もう大型乗ってたんですけど、やっぱりね、久しぶりに乗ると怖いです厳密に言うと2年ぶりぐらいかな。トレーラーヘッドね、ちょっと予備がね、あるんでね、トレーラーヘッドでも大丈夫だったんですけど、今日はちょっと事情があってね、大型の方に乗っています。まあそんな感じでね、ちょっと低床四軸なんですけどね、大型トラック乗ってみて、まあ、違いというか、まあ見てもらった方がいいですね。どんな感じで運転してるか見てもらって、あいつこんな運転してら、なんであんなところもうちょっと内側行かないのってご意見あると思いますけど、まあトレーラードライバー、トレーラー乗ってる人が乗るとね、こんな感じに落ちちゃうのかなってところをね、ちょっと動画にしてみたんで、ゆるい目で見てください。それではどうぞ。はい、じゃあね、今日は先ほども言いましたけど大型に乗っています。2年ぶりぐらいかな。前はね、トレーラーヘッド車検とかそういう時に代わりに大型乗ってたんですけど、もうかれこれ1年2年乗ってなかったんですよね。ちょっとドキドキなんですけど、まあこれで、とある倉庫のコーナーへ入ってバックをやってみます。さあ果たしてうまくいくのか、ハンドルの切り方はどうなのか、ちょっと見ててください。はい、じゃあちょっと狭いところ入っていきます。外はちょっとね映せないんで、よいしょ、おかしになっちゃいますけどね。で、一回通りに出て左折しなきゃいけないんだけど、ここも前回大型乗って入った時、そんな大回りしなくていいよって言われちゃったんだけどね、道路も感覚的に、よいしょ、おっかないところありますけどね、狭いところやっぱり怖いですよね。左角は怖い、余裕なんだろうけど怖い、曲がり方がトレーラーになっちゃいましたね大型の人だと余裕でクリアしてくるんですけど、そんな感じです。はい、じゃあね、今下がっていきます。どうもトレーラーチックな下がり方になっちゃうかなそうですね、これでこの状態でそのまま下がっていきゃいいんですよね。いつもだとアプローチするのにね、頭折っちゃえなんて話してますけど、まだねちょっと見ながら入ろうかな。多分ね、角度がこれだとね、大型乗ってる人は分かると思うんだけど、多分角度が浅いんだと思います。深いのか浅いのか、もう頭が半分トレーラーになっちゃってるんで、どっちへ振っていいんだか頭半分分かってませんなんだろう、乗車乗れるんだけどね、やっぱトラックになっちゃうと無意識に動いてるところがあるからそうなっちゃうのかな。
シャッターがあるんで、あれなんです。まあ、とりあえず下がってみました。ちょっとドキドキでしたね。今日一日こんな感じでやっていこうと思います。はい、それではね、ちょっと狭いところを走っていきますが、感覚的にもう全然違うので、どうなるかなんですよね、と。よいしょ。やっぱりどうしても大回りをしすぎちゃうところがあるんですよね。まあ事故を起こさない範囲なんですけど、やっぱり狭いところとか行っちゃうとちょっとダメかななんて内心ちょっと思います。まあ慣れていくしかないっていうか、まあ乗る機会があれば慣れて乗っていくしかないんですけどね。まあ、基本的には大型の免許も持ってますので、視覚的には乗れないということではないんですけど、ちょっとこの先もあれだな、いろいろ止まっててやりづらいっちゃやりづらいな。どうするかな、よいしょ、なるかな、よいしょ。なんでどちらかというとまだ経験の浅い人に近いような運転になってしまうところがあります。止めますね。はい、じゃあ狭めの交差点曲がっていきます。ここ停止線オーバーしてるとトレーラーきついんですけど、よいしょ。斜めに入ってくような感じかな。低所四軸なんで前輪が、2つとも切れますので、この間ね、ケツ振りの話でしましたけど、こういう風に曲がっていかないと、こういう感じで曲がっていくような感じですかね。あとはこれ回転計1500超えちゃうとデジタコ反応しちゃうので、そこら辺がトレーラーと違ってちょっとね、まあうるさいと怒られちゃうね。まあエコドライブするにはそういうふうになってますんでね。どうしてもちょっと癖で踏んじゃう癖があるかな。まっすぐ走ってる分には逆に安定性があっていいですよね。トレーラーみたいにくね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 しないんで、そういう意味では前進は楽かもしれません。あとは圧倒的に乗り心地がいいですよね。乗り心地っていいのかな、トレーラーってどうしてもね、ヘッドの自身の長さがないんでね、ホイールベース短いんでね、どうしてもね、道のギャップとかね、そういうのはこう振動で伝わってきちゃうんですけど、やはり長い分だけあってね、どちらかというとふわっふわっふわって感じですかね。そんな感じで振動を拾っていくような感じなんで、あとゴツ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 したイメージはないです。はい、じゃあねちょっとね右折してみますね。ミラー映ってるかな、折れないですよね。折れてないですよね。よいしょ。はい、じゃあここをちょっと鋭角めに右折します。普段ね、トレーラーではこういう動画を撮ってますけど、どんな感じか見てください。ミラー見えても変わらないですけどね、変わらないんだけど、よいしょ、どんな感じか。あとはまあ直線で走ってる分にはそんな大差ないですからね。ただ、あんな感じでちょっと今タクシーで回ってるけど、ああなっちゃってると、全然なんだかぶつかりそう、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 よいしょ、よいしょ、変わったな。あーでもこれで変わっちゃうんだな、自分で納得してます。これで今度左折します。左巻きをします。ちょっとこんな感じか。右左折ちょっと取ってみますけどね、左折っつかどうなんだろう、やっぱ進んでんのかな。
クラッチにタイミング合ってきたまあちょっとね、この間ケツの振り出しなんて話、ケツを振るなんて話をしましたけど、ちょこっとこんな感じでね、お尻もね、思ってるところとか、お尻が出るなんていうのも、トレーラーだとなかなか取れないんでね、あったらと思います。よいしょ。比較的この車はお尻振り出さない車ですけど、あんな感じでお尻がぐぐーっと出てくるような感じですかね。あとはまあバイパスこれから入ってくんですけど、全身取ってもあれですよね。はい、これ左へ行くとね、国道1号線、右側が国道10号線で、トレーラーでもここ動画出してたかな、まあ、どんな感じで曲がっていくか、頭の触れ方感覚的に分かるかな。ちょっとやってきますね。ちょっと違ったでしょ。トレーラーだとどちらかというと左側の方に頭がぐーっと持っていって右側に持っていくような感じですけど、全体的にこうなんて言ったらいいかな、右斜め前に走っていくような感じ、そんな感じで映ったかな。変化わかんないかな。よいしょ。まあ、そんな感じでね、見比べる動画を作ってみればいいのかなと思うんですけど、まあ、ちょっとねそんな感じ。あとは今度左折がありますので、左折というか左カーブですね、左カーブを曲がってみます。はい、じゃあ今度は左カーブです。よいしょ。やっぱりあれですね、一応左のラインに合わせて曲がっていくんですけど、ラインに合わせて曲がってみましょうかね。ライン通りにほとんどこうやって曲がっていくような感じかな。トレーラーだとね、どちらかというと前に突っ込んで左切っていかなきゃダメな感じなんですけどね。そういうところがやっぱりトラックとちょっと違うのかな、うん、一番いいのは外から撮るのが一番いいんでしょうけどね。まあ、外の景色に関してはね、普段皆さん街中で走ってる車を見てもらえれば分かると思いますので、あれですけどね。はい、じゃあ次、大黒町の交差点を右折、産業道路を左折していきますね。どんな感じで曲がるか、まあでもどうなんだろうな、イメージ的なものしかちょっとお伝えできてないような気がするんですけど、まあでも大型乗ってる人がね見ればね、なんでそんなとこ大回りするのとかね、なんでそんな切り方するのって言われちゃうかもしれないですね、これ見てもらってね。よいしょ。いやでもどうしてもダメなら臆病だな、外に振ってっちゃう。今左側にトラック止まってて、右側にちょっと縁石あったんでしょ、あれ見て気持ちなんかやっぱ左へ寄っちゃう、要は大回りしたところがありますね。習慣的なものがあるからしょうがないんですけど、そういうのが出てきちゃうかな。はい、でこの次の信号を左折します。左折の信号で4で曲がっていきます。出てるな、確かな。左折の信号どれぐらい外回りになっちゃうか、結構インガー攻めてっても大丈夫なはずなんですけどね、どうも気持ち的にどうしても苦手ではないというかね、まあ基本バックの時言ってますけど、軸の位置ね、どう通すのかなんて話をしてますけど、まあ右折にしても左折にしてもそうですね、自分の車体とどういう風に切れるか考えて曲がってはいくんです。ギリギリちょっと切ってみるかな。いやでもまたそこが大変でしょう。どうしても膨らんじゃうかな。ここはもう修正的なものでしょうがないんでしょうね。少し慣れるまでね。どうしても大回り大回り、外へ外へ振ってしまう傾向が出ちゃってますよね。どうでしょう、大型のドライバーさん見てる方で。やっぱり外に振ってますかね。まあ、そんな感じが自分もしつつ走っているんですけどね。はい、そんな感じでね、ちょっとね、何か所か右左折してみました。狭いところだと思ったあれなんでしょうけどね。やっぱりちょっと慣れるまで時間かかるかな。どうしてもね、見てもらうと分かるけど、もうちょっと人が行けばいいのに
と思う方もいらっしゃるかもしれないけど、どうしても気持ち外に行ってしまうところがあります。はい、こんな感じでね、今日はね、大型トラック、またこの後まだ仕事があるんですけど、とりあえず、ここまでね、半日以上運転してみました。この動画が参考になったと思う方は、動画の評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。この後も運転される方、安全運転でよろしくお願いします。やっぱりね、別物なのかな、やっぱりね、トレーラー乗ってて、例えば大回りしちゃったりとかね、バックとかもちょっと迷っちゃったりとかね、してますけどね、頭がトレーラーのになってしまってるんでね、トラックの頭に切り替えるのちょっと大変かもしれないかな、なんてのもちょっと感じました。まあまあ、でも、ね、両方乗れるとね、まあ、仕事の幅も広がってくると思いますんでね、そういうところがね、うまく切り替えてできればなーなんてのもちょっと感じました。はい、じゃあこの後運転される方、安全運転でよろしくお願いします。それではお疲れ様です。